みなさんこんにちは、ソフトクリームちゃんだよ。今回は毎日王冠の展望をしたいと思います。それではどうぞ。こちらが過去10年における1着馬から3着馬ですけれども、同じ距離のエプソムカップや中山記念からここで馬券に絡む馬もいれば、マイル戦の安田記念、反対に 2000m 戦の札幌記念や 2400m 戦の日本ダービーなど、多種多彩な距離帯から有力馬たちがここに名乗りを上げてきます。唯一言えるのは、前走重賞以外からここで馬券に絡んできた馬というのはスピルバーグのたった1頭だけ。前走オープン特別からここに来るカイザーミノーにとってはやや引っかかるデータとなりました。また最近は5年続けて3ヶ月以上の休養明けの馬が1着2着を独占しており、夏や秋を一戦使ってここに来た馬たちは馬券に絡んだ30頭のうちの7頭、最近では札幌記念や新潟記念を使ってきた馬が馬券に絡んでいます。このデータからいくと、小倉記念を使ってきたベロックスよりも札幌記念を使ってきたトーラスジェミニ、新潟記念を使ってきたマイネルファンロンの方が比較的有利な状況となっています。続いては久々の血統別のデータです。こちらが過去10年の1着馬から3着馬の血統のデータとなりますが、過去5年で延べ6頭馬券に絡んだ馬の3分の1がディープインパクト3区という非根幹距離らしからぬデータとなっていますけれども、ディープ3区がいなかったとしてもハーチ氏がディープインパクトでしたり、三大父がサンデーサイレンスだったりと、結局はどこかしらサンデーサイレンスとのつながりのある血統が強いことに変わりがありません。今年のメンバーを見てみますと、大体サンデーサイレンスにつながる血統ばかりで、それ以外の血統なのがカイザーミノルとシュネルマイスターでした。府中の戦8展開いらずですので、府中実績の実力通りに見ておけばいいとも思いますけれども、困った時の検討材料にするのもいいのかもしれません。そして最後に客室別の成績を見ていきます。こちらが過去10年の客室別の成績ですが、逃げ馬が結構活躍していますし、その一方で上がりタイム1位の副勝率は6割以上も記録しています。天の速さもしくは切れ味、どちらか一方に優れている馬が優勢で、中途半端な馬は中途半端な結果に終わるという傾向です。今週は晴天が続きますので、超のつくスピード勝負となりそうなことが予想されます。そうなってくるとマイル戦を1分31秒台と優秀な時計で走っているシュネルマイスターにダノン・ジングリー、カイザーミノルにケーデンスコール、 2000m で1分58秒台を出しているマンニネルファンロンにとっては頼もしい馬場状態ですけれども、反対にそのあたりの持ち時計を近況で残せていないようなカデナにトーラスジェミニにとってはあまり向いていないような馬場状態とも取れますので、割引材料の一つとして捉えてもいいのかもしれません。続いては気になる馬をピックアップ。以上、気になる馬のコーナーでした。続いては、里のダイヤモンドに北三ブラック、ダブリデーと、後に G1 馬を量産する重賞、京都大賞典の定本です。今回も過去10年のデータから気になる馬を探していきましょう。こちらが過去10年の1着馬から3着馬ですけれども、こちらも休み明けの馬が中心です。特に一昨年は、半年以上の休み明けが2頭も馬券に絡んでいました。調べてみたところ、馬券に絡んだ30頭のうちおよそ3分の2以上の23頭が3ヶ月以上の休養明けの馬たちでした。前走のレース別では、昨年ワンツーフィニッシュでした宝塚記念組が30頭中13頭とかなり高めの負傷率を残しています。
今回宝塚記念組ではアリストテレスに奇跡モズベッロということで、復活勝利を挙げるには追い風となるデータとなりました。一方でオープン特別や参照クラスからここで馬券に絡む馬は数少ないんですけれども、いるにはいるようで、一昨年のドレッドノータスにシルバンシャ、そして3年前のレッドジェノバとまずまずやってきてはいますけれども、たまーにやってくるという状況です。今年の登録段階ではオープン特別からはアイアンバローズやベレヌスが目立つ馬というところですけれども、馬券圏内に来る確率は少ない方ですから、あまりこういうところから積極的には買えないところ、今年は来るか来ないかというと少し厳しいのかなと思っているのは今のところで感じられる状況です。次に、多分これ誰も調べてないであろうデータ、馬番号別のデータが気になりましたのでご紹介をしておきます。こちらが過去3年における阪神芝 2400m の馬番別の成績なんですけれども、1番から5番の成績がかなり優秀なのもありますが、13番から外になってくると頭数がかなり少ないこともありますが、馬券に絡んだ馬はほとんどいません。18番で勝った馬もいますけれども、これは未勝利戦の断然の一番人気馬ということで、対象となるレースが条件戦しかありませんので、そこまで参考になるかといえばちょっと微妙なんですけれども、開幕週ということもありますので、大外をぶん回すよりも明らかに内側で死んだふりをしておいた方が有利なのは間違いありません。距離もありますし直線も広いですので、内側の経済コースを取れる馬を重視しておきたいところです。そしてもう一つ気になるデータが出てきました。客室別の成績です。こちらが過去10年の客室別の成績ですが、逃げ馬が人気薄ばかりなのとペースが流れやすいために、昨年のダンディライトしか逃げ馬は馬券に絡めていません。反対にこのレースは切れ味自慢にはもってこいのレースで、上がりタイム1位から3位の馬で8勝して2着5回3着も6回と圧倒する成績を残しています。特に勝ち馬に至っては、どんなに遅くとも上がりタイムは34秒台。6年前に1着のラブリーデーと2着のサウンズオブアースがそれぞれ上がり32秒台と毎日王冠張りの上がりタイムを計測しています。関西地方も天気が週末まで持ちそうですので、ダンビライトが飛ばすことは想定されますけれども、普通に行けば4コーナーから用意ドンの構図が出来上がりそうです。もしもう少し距離が短ければカデナがここに出てくれば面白そうだったんですけれども、目下で切れ味の使えそうなヒートオンビートあたりに今回は期待をしてみたいところです。続いては気になる馬をピックアップ。以上、気になる馬のコーナーでした。さて、今週は大井競馬の水曜日の東京杯の予想、そして木曜日のレディースプレリュードの予想はブログで行います。同じく土曜日の JRA の重賞、サウジアラビアロイヤルカップもブログで予想をする予定です。そして木曜日の夜と金曜日の朝には、毎日王冠と京都大賞典の出走する前頭の分析をブログで行う予定です。毎日王冠と京都大賞典は予想動画をアップしまして、日曜日の午前午後の予想も一蔵ずつブログでアップする予定でございます。また先週のスプリンターズステークスでは鉄板軸馬にデシステンシアを推奨しまして、だいぶお財布上助かったんですけれども、今週も毎日王冠か京都大賞典の重賞情報を公開予定です。連敗もストップして今年31勝11敗としていますが、馬体重まで確認して熱々の情報を発信予定ですので、いつも配信がギリギリになって本当に申し訳ないんですけれども、ご興味のある方はどうぞご検討のほどよろしくお願いいたします。それでは週末の予想動画でまたお会いしましょう。